皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、建武の新政と南北朝の内乱についてお話しします。特に最初の部分でテストに出やすい部分を説明していきます。鎌倉幕府が滅んだと、後醍醐天皇は京都に戻って新しい政治を始めました。これを建武の新政と言います。1333年の6月です。しかしこの政治、公家や一部の武士だけを重んじる不公平な政治で、多くの武士たちは不満を持つようになりました。そんな中で足利尊氏、この人が後醍醐天皇に対して兵を挙げて京都に新しい朝廷を作ります。この朝廷を北朝と言います。後醍醐天皇は吉野、奈良ですね、ここに逃げて逃れて、そこで朝廷を作ります。この朝廷を南朝と言います。つまり日本の国の中に北朝と南朝という2つの朝廷ができて争うんですね。この朝廷が争ったこと、これを南北朝の内乱、または南北朝の騒乱といって、この争っていた時代、これが南北朝時代、このように呼びます。そしてこの時、足利尊氏が京都に作った幕府、これが室町幕府です。今お話しした部分で、特に赤い線が引いてある部分、テストに出やすい大切な部分なので覚えてください。ここからは建武の新政の内容と、なぜ、ね、南北朝の内乱に進んでいったかという内容について触れていきます。建武の新政の内容が、院政は認めない。院政というのは天皇が天皇を辞めた後、上皇になって行う政治でした。これを認めない、とにかく政治をするのは天皇という考え方です。摂政関白にも政治をさせない、ね、天皇中心ですから、もちろんこれも認めません。さらに幕府のことを認めない、このような方針でした。土地については武士がこれまで持っていた領地、これも届け出て天皇の許可を得ないと所有できない、こんなふうにします。天皇にすれば土地というのは全て朝廷のものですから、自分の許可、天皇の許可がなければそれを所有を認めないというのは当然のことだったんですね。でもそれまで幕府からもらっていた領地、これも天皇の許可を得なければいけないということで、京都にこの許可を得るために武士が殺到して大混乱したそうです。地方は天皇が任命した国司が治める、これも基本にしました。しかしね、幕府の時代には守護地頭というものを置いて、そこで武士が管理している部分があったんです。で、鎌倉幕府を倒す時には武士の力がすごく大きかったんで、この武士の意見も無視できなかったので、一つの国の中に国司と守護が二人任命される場合もあったそうです。倒幕の恩賞、これは公家や天皇の身近にいた人が中心で、大きな恩賞をもらった武士というのは4人でした。足利尊氏、楠木正成、縄長俊、新田義貞、他の武士は十分な恩賞がもらえませんでした。さらにこの4人の中で足利尊氏だけが朝廷の役職についていませんでした。楠木正成、縄長俊、新田義貞というのは朝廷の中で役職をもらって働いていたんですね。でも足利尊氏だけは役職はもらっていません。これは朝廷が足利尊氏が力をつけるのを恐れたからとも言われています。さらに悪いことに、後醍醐天皇の皇子が足利尊氏を倒す計画を立てていました。これは足利尊氏が早めに知って防ぐことができました。そんな中、1335年に執権だった北条一族の北条時行が鎌倉を攻めるという事件が起きます。また鎌倉幕府を立て直そうとしたんですね。この時鎌倉を守っていたのは足利尊氏の弟の直義でした。足利尊氏は弟の直義の救援をするために朝廷に征夷大将軍として鎌倉に行く許可を求める、
でも朝廷はこれを許可しませんでした。このため足利尊氏、許可を得ないまま鎌倉に向かいます。許可を得ていないので京都を出るとき、足利尊氏についた武士は500ほどだったんですね。しかし鎌倉に向かう途中で尊氏に従う武士がどん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 増えて、鎌倉に着いた時には3万の兵になっていたそうです。この3万の兵で反乱を収めました。そして反乱を収めた後も足利尊氏は鎌倉にとどまったままでいました。なぜかというと、京都に戻ると、ね、朝廷の許可を得ないで鎌倉に来たので、京都に戻ると自分が処罰されるかもしれないんですね。でずっと鎌倉にいる尊氏に対して後醍醐天皇が京都に戻るように命じるんですけど、これに尊氏従わなかったんです。このため天皇は新田義貞に尊氏を討つ命令を出します。ここから後醍醐天皇と足利尊氏の戦い、ね、南北朝の内乱に続く戦いが始まったわけです。今回は建武の新政と南北朝の内乱についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。